始まった。来てますね、徐々に。可愛いやつにしたと。フィルター？こんばんは。今日もお疲れ様です。インスタライブ日記です。昨日もやりました。すっぴんじゃん、好き。すっぴんがバレるの早い。まあ大体わかるか、帽子かぶってたらもうすっぴんですよ、こんなもん。こんばんは。大体止まったかな。すげえ、オオカミなゆたさん、昨日彼氏できて今日手繋いだってコメントしてきてる。かわいい。めちゃくちゃなんかこの冬の季節にほっこりするコメントありがとうございます。挨拶もなしに。今日仕事あった？めちゃくちゃありましたね。まあ皆さんと同じぐらい頑張ってます。山下さん、マスクでかない、子供用でもいいんじゃないでしょうか。そうですね、あまり合うマスクはないかもしれない。あ、今日チケットあれがあったのか、物価高とかね。彼氏できません。まあ彼氏は作るもんじゃないですからね。気づいたらできてます。気づいたら好きな人が、気づいたら一緒にいる人が、まあもちろん分からんわ。東京ですか？東京です。昨日岡山にいて、そう、岡山でもインスタライブをして、2日連チャンでインスタライブさせてもろてます。今日は東京です。オフショー、そうですね、朝ちょっと撮影あったんですけど、一回風呂入ったんで。あ、中国語でもコメントが。シェイシェイ。出てからちょっとね、海外の方からのコメントも増えたんで嬉しいですね。SDD、あ、マッシブのやつだ。当選した。おめでとう。待ってます。そう、今日もちょっとマッシブでも軽会議をしてまして、そのネックレスよく絡まってます。そうなんです、これすぐ絡まるんです。でも長さをね、計算されてるんですよ、これは。 OK、 もうじゃあ増えないということで、今日インスタライブしたのは、暇だったからインスタライブをしてるわけではございません。皆さんにですね、発表がございます。台湾からのファンです。 Love from Taiwan、 Love you too。 はい、いいですか、言っちゃって。来たる2023年1月31日にですね、僕がやっているモバイルラジオ山ショーの作業用 BGM にでもどうぞ、通称山活の200回記念公開収録が決定いたしました。イエーイ、拍手ください、拍手ください、ありがとうございます。これ反転してます、読めません。やったーって来てる。 およよって。そう、これは1月31日の
火曜日ですね。土平日です。すいません。それはすいません。お、コメントが来てますね。拍手拍手拍手、ありがとう、拍手してくれて。そう、公開収録実は3年ぶりっすよね。前回が、150回記念、あ、それはオンラインでやってるのか。50回記念のあれか、 EST EXILE TRIBE STATION 東京でやったぶりに、あの生公開収録っていうのかな、会える公開収録が決定。そうそう、そういうことです。そうです、そういうことです。これはあの会場に来てくれたら俺がいるっていうイベントで、そういうことですね。今まではオンラインで100回150回ってやったんですけど、200回でやっぱりキリのいいっていう数字で、皆さんと、一緒にお会いできるイベントを作らせていただきました。はい、じゃあ概要を言っていきましょうかね。これね、ちょっと大事ですからね。これですか、これですね。はい、イベントタイトル、山本翔吾配信ラジオ山下の作業用 BGM にでもどうぞ、第200回記念公開収録、開催日1月の31日火曜日。何をやるかと言いますとですね、それはたった今打ち合わせをしておりまして、それを今決めてる途中ではございます。なのでまあイベント詳細は追ってっていう感じで、あの12月19日月曜日の、山勝ですね、モバイルラジオを聞いてほしいなと思っております。で、チケット販売については、 EXILE TRIBE モバイル、もちろんですね、それはモバイルに入ってないと、まあ、ラジオ聞いてないっていうことになりますから、ラジオを聞いてる人が来れるように、 TRIBE モバイル、そして、EXILE TRIBE ファミリーファンクラブですね、そして、最近できましたザランページオフィシャルファンクラブ、こちらの3サイトでチケットを販売します。チケットの、料金などの詳細も、僕が12月19日に配信する、山勝をチェックしていただきたいなと思います。はい、まあ結構こう約5年ぐらいかな、4年5年ぐらいこのラジオやってきておりまして、やっぱり皆さんとこうほんまにそっからずーっとね、毎週毎週聞いてくださる方もいらっしゃいますし、まあ最近もちろんランページを知ってくれた方もいらっしゃいますし、まあ僕らのこともね、もうずっと応援してくれる人も多分いると思うんですけど、なかなかこうライブ以外で会える場所ってないんですけど、なんかそういった場所を僕は結構作っていきたいなと思って、このラジオもそうですけど、なんかコンスタントに皆さんとつながれる、ルーツを、作りたいっていう意味でこのラジオをさせてもらっております。でそれのやっぱりね、コロナがあって結構イベントとかできない状況にどうしてもなってたんで、まあ本当に温めて温めていろいろやりたいなっていう風なものをスタッフさんと話を膨らましてですね、今回1月31日に、生公開収録をさせていただくことになりました。ありがとうございます本当に。ありがとうございます本当にって言うと、翔平がいつも言ってるありがとうございますドブニーみたいなイントネーションに言ってますよねっていう、ありがとうございます。いや本当にそれだけのインスタライブなんですけど、それも言いたくてインスタライブ、まあどうせだったらね、あの文面じゃなくて直接僕の口から伝えたかったので、はい。これはだからその何人とかもまだ言えないってことですね。ちょっとそれは詳細も結構まだこう固めてる途中でございますので、ちょっとお待ちください。はい。そして、皆さん待ってるかもしんないですけど、今回来場者限定プレゼントでオリジナルグッズがあります。イエーイ。50回で作ったんですかね、が作ってないか、100回から作ってんのか、100回でトートバッグエコバッグを作って、で150回で T シャツを作ったんですよね。で今回200回記念ということで、を作らせていただきました。はい、これはまあ皆さんが山勝リスナー、通称ワーカーのねヘビーユーザーだということを、象徴する、グッズになります。まあ僕は
本当にその来てくれた皆さんにちゃんとプレゼントしたいなと思ってますので、その内容もねちょっとまだまだあのもったいぶりてえなと思うので、はい、ぜひまず気になる方は、まあ、サイトをチェックといいますか、山勝の配信をお待ちしていただければなと思います。はい、で引き続き、普通のモバイルラジオの方、その31日までの方は通常配信として、毎週月曜日、お昼12時から配信していきたいと思いますので、まだ入ってない人もまだこれから入って応募ができるんで、EXILE TRIBE モバイルに入ってそのラジオ の質問コーナーとかあるんで、そこで質問してもらったりとか、あとは、ね、最近できたランページのオフィシャルファンクラブもまだまだ、そう今日ねちょうどメンバー会議をしておりまして、そのファンクラブの話もめちゃくちゃして、あのどんどんやりたいことを僕らがこう出してわーって投げてる状態なんで、どんどんねパワーアップしていくと思います。はい、そういうことで皆さんたくさんのご応募をお待ちしておりますね。平日だからね時間によるよね。そうだよね。楽しみです。いや嬉しいですね、喜んでもらえて。学校休む理由増えたかも、ありがとうって。やば。俺を理由にして学校休むんじゃねえ。はい、時間もねまだ詳細はちょっとあと3日待ってください。とりあえず今日はちょっと無理言って、今日本当に解禁させてくださいってただ言っただけで、本当にこれしか言えないんですけど、またゆっくりちょっとラジオの方で話すんで、ぜひそちらを聞いてくれればなと思います。それでは皆さんのたくさんのご応募、そして、引き続き山勝の、ご拝聴のほどよろしくお願いいたします。ということで以上、山翔の作業用 BGM にでもどうぞ第200回記念公開収録解禁配信でした。ありがとう、バイバーイ。 Yes。